新井駅は兵庫県朝越市新井寺中河原にある西日本旅客鉄道版単線の駅である。かつては隣駅の陸野駅と並んで急行、田島の停車駅であったが廃止後は優等列車通過駅となった。陸野駅と竹田駅が特急、浜風の停車駅に昇格したのとは対照的である。越後時めき、鉄道妙高屋根馬、ラインにある新井駅が 新越本線に属していた時には、これと区別するため、当駅発着の乗車券には、荒いと表記していた。行くの側よりホームを望む、青草側よりホームを望む、相対式ホーム2面2線を持ち、交換設備を有する地上駅。駅舎は、和田山方面行きホーム側にあり、反対側の寺前へ方面行きホームへは、古戦橋で連絡している。福崎駅管理の簡易宅駅で、 窓口が設置されているが、早朝と夕方以降は、無人となる。なお、当駅では、2019年7月現在愛子家等の IC カード乗車券への対応予定はない。かつて2面3線を有していたが、一線は撤去された。駅舎と一番乗り場のワイヤーには、明治34年8月表記の建物財産表が、付けられている。 2000年当時、山陽鉄道の車門の入った瓦が駅舎に使われていた。当初は単純な切り妻屋根だったが、1937年の改修で現在の姿になった。以前はワンマン列車は改札口で切符を渡すように言っていたが、現在は運賃箱に入れる形式に変わっている。1.2万線とも普通列車が1から2時間に1本発車する。 兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は132人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。1957年までは、三小畑先行所との間に、鉱山鉄道が引かれていた。先行所後は、史跡公園に整備されている。ありがとうございます。